より多くチャンスを掴んでいる9本のガイナーレ鳥取です。さあ加藤純也からフェルナンジーニョ、クロスボールは中、レオナルド、もう一度加藤純也、決まりました。さあ1点返しましたガイナーレ鳥取、これで3対2。後半の31分、最後は加藤純也がフィニッシュです。フェルナンジーニョのクロス、レオナルドヒールでシュートを放ちます。一旦は小泉守るんですが、加藤純也最後押し込んだ形、3対2。さらにこのマイナスへのクロス、レオナルド、さらには加藤純也。